魚は焼いた方がうめえって。ひどいよナイツ、生のお魚に戻してよ。あったよ、任しとけ。うえぇ、黒焦げになるじゃないか。別のバカ。悪い、手が泣くなよ。別のルシーでいいや、勝負しろ。いやよと言いたいところだけど、実は私も密かに魔法の特訓してたんだ。お、夏に本気出されたら勝てないだろうけど、たまには手合わせしてみる？ちょっと待て。何よ。残しただろ。ナッツ、書き置きね。それでも勝手に出て行ったのは同じ。残された方はね、残された方は、うわぁ、大きい。ねえナッツ、本当にセーバーにグレーの情報があるの？それは言えねえ。あ、言えないってどういうこと？いいかルーシー。ちょっと、手綱、前、俺はグレイを信じてる。だけど今回はグレイを信じることをやめないとグレイの情報までいけねえんだ。意味わかんないけど、とりあえず前へ。信じるのをやめるけど、見つけたらまた信じる。そういうことだ。わかるな、ルーシー。俺は必ずグレイを連れて帰る、約束する。だからそれまでは何も聞くな。前見ろバカ。心配すんな、何があってもグレイは俺たちの仲間だ。あ、さっきはすまなかった。奴らの手前随分とひどいことを言っちまったな。ううん、私の方こそぶったりしてごめんね。まあメイドの格好で説教されてもな。それは違うの。俺は今でもお前らを仲間だと思ってるよ。よかった。それは恋敵ということでしょうか。